待ったわよ。待ち合わせしてないけど、ちょっとあんたに用があって。あら、どうしたの急に。昨日のあれ誰にも言ってないでしょうね。あー、はい。本当に言っちゃった人の灰だったよ。あれってすっとぼけ。何のことだっけ。あれって言ったらあれよ、あったこと。おにぎり小僧。もう意外と性格悪いね。ゼイユは全然性格むしろ良くて、主人公が性格悪いパターンかもしれん。これ階段で拾ったやつ持ってるでしょ。うちのじいちゃん村の歴史詳しいから。ああなるほどね、確かに。前回で会った鬼のことと拾ったお面の相談か。うちの場所わかるでしょ、早く来てよね。じいちゃんにあれ見せてあげて。オッケー。おじいちゃんや、見てくれるかい、わしのいただいたこのお面を。じいちゃんにあれ見せてあげて。そうやな、なんで俺はゼイユに話しかけたんや。おはようピロさん。おはようおじいちゃん。おーすぐ、おはよう。ち、起きてきやがった。弟への当たりが強すぎる。ちょうどお面を見せるとこだったのに。看板最後の1個いく。あ、そっか、看板1個余ってるね。そういえばすぐ、あんたどっか行ってな。ピロは私に用があんの。やべ、ピロの取り合いが始まった。おじいちゃんそんな悲しい顔をしないで。はあって呆れた顔してる。あれどうした、何それ、ずるい、姉ちゃんばっかり、バカ。なんだって、どうしたすぐ、嫉妬してんのか。おじいちゃんそんな悲しい顔しないで。主人公は主人公で悲しい顔しよる。あーどこ行っちゃった、拗ねちゃったよすぐ。のけものにしちゃったな。何あれ、すぐのくせに反抗的ね。こらゼイユ、すぐににあい優しくしなさい。別に優しいでしょ、手出してないもん。優しいか優しくないの基準が手出すか出さないかなんだ。普段優しくない時手出してんのか。じゃあおじいちゃん悲しくなっちゃった。おじいちゃん元気出してくれよ。でもこんな風になったったら、おじいちゃん多分お面どころじゃなくなっちゃった気するんだけど、大丈夫かな。あれおじいちゃんにあれを見せてやるのよ。確かに、おじいちゃんこれ知ってる、スマホロトムっていうの。はい。ふむ、これは何それ、違う、昨日は拾ったあれよあれ。ごめんごめんごめん、スマホロトムおじいちゃん見たことないかなと思って。見てこれ、伝説のポケモンのボールだよこれ。お面見せろ。見たことある、伝説のポケモン。これね、都会で流行ってるロトリボーって言って、これ緑のお面昨日拾ったんだ。でもおじいちゃん多分それどころじゃないやろ、すぐが心配で心配でじゃない。これはまさか鬼様のお面、これをどこで。もうすぐのこと多分忘れたわ。おじいちゃん、私たち会っちゃったの鬼に、昨日表祭りで。優しく声かけたんだけど、そのお面落としちゃってんね。そうね、俺ら別に手出してないよおじいちゃん。ゼイユも優しくしてたよ。まさか今も鬼様が祭りに来てくださっていたとは。祭りまだやってんのか、まだ来てくれるのかな。じゃあ祭りは何日開催してんだろ。え、そんな話あったっけ。鬼って村を襲う割、ああそうだそうだ、人里に降りてきて人を襲って、それを去る犬キジたちがって話だったよね。ゼイユにも伝える時が来たようだな。あれ、まさかおじいちゃん鬼、どうしてそうなった。本当の歴史は逆なんだ。あ、犬猿キジが悪いやつだってこと。え、そういうこと、逆、どういうこと。ん、鬼様、いやオーガポン様に会いなさった。うん、ピロさんにも聞いていただこう。うん、本当は鬼猿キジが、鬼猿キジじゃん。犬だけいいやつになっちゃう。犬猿キジが悪いやつで、鬼がいいやつで、犬猿キジが暴れ回ったのを鬼が頑張って抑え込んだという話。で、その犬猿キジがつけ取ったお面が保管されてるってこと？聞こう話を。我が家で代々語り継がれてきた本当の歴史を。うん。なんか深い話が始まりそうだ。え？めちゃめちゃトイレみたいな音聞こえるけど、何これ。お前か。うるさいな、コイキング。おじいちゃん教えてくれよ、本当の歴史を。少し長い話になるがよろしいかな。ちょっと一回すぐ連れてくるか、じゃあ。話がややこしくなるわ。すぐ放っておけないよ、俺。でもそっか、すぐ連れてきちゃうとややこしくなるのか。じゃあおじいちゃん、長い話でも行かれ気がしてくださいよ。お願いします。聞く準備はできてます。時間だけはあるんで、ほぼニートなんで僕。わしも父から教わった。一族だけで口伝えしてきた話だ。うん、ひいじいちゃんから伝えられてきたお話ってことか。他の村の者に教えてはならない真実の話。なんで言っちゃダメなの。この家系は何なんだ。由緒正しき何かの家系なのかな。
そんな伝えちゃいけないなんて、このゼイユたちのおじいちゃんが守ってきた歴史なんだね、これ。決して口外してはいけないよ。え、なんでダメなんだろう。わかった。まあでもこの家系ってことはすぐに言う分には別に大丈夫なのかな。え、そんなものを俺に言ってくれていいの。でもオーガポンに選ばれたみたいなもんではあるのか。え、でも俺お面奪っただけか。遥か昔、北上の里に異国の地より男と鬼が迷い込んできた。村の人々は自分たちとは違う彼らの姿を恐れ、男と鬼を自分たちの村に近づけさせないようにしたそうだ。はい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 。男と鬼は村人たちに歓迎されず悲しんだが、お互いがいれば幸せだったので裏山の洞窟でつつましく暮らし始めた。はい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 。ああ、あの洞窟ね、あの狭いワンルームの部屋ね。ただ一人彼らを不憫に思った村のお面職人は、あ、その顔を、怖い顔を隠すためのお面を作ってあげたのか。男と鬼のためにいくつもお面を作ってあげた。男が異国より持ち込んだ宝石をあしらった光り輝く見事なお面。あ、これじゃあ人間が作ったお面なんだ。ポケモンのやつなわけではないんだね。ポケモンの一部なのかと思ったけど。このお面をかぶれば素顔を隠し村人と仲良くできる。そうだね。手でっかいな、 お父さん。男と鬼はお面職人の優しさに大層喜び感謝したそうだ。うん。それからお面をかぶった男と鬼は村の祭りにこっそり来るようになった。はい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 。不思議な二人組のお面の見事さはたちまち評判になり、その噂はあっという間に遠くの国々まで知れ渡った。すげえな、北上の里。俺らのところには伝わってなかった。ああ、でもそっか、昔の話なのか、これ。世にも珍しい輝くお面の噂を聞きつけたのであろうか。うん。悪い奴らも来ると、数匹の欲深いポケモンが北上の里にやってきた。やっぱりそういうことか。こいつらが本当は悪い奴なんだ。ポケモンたちは男と鬼の住処へと忍び込み、お面を奪う。ああ、そういうこと？大事にしまわれてたお面を奪い取ろうとした。はん。しかし、偶然居合わせた男がなんとか一つだけお面を守りきったが、男亡くなっちゃうってこと？つまり？力を奪わず三つのお面はポケモンたちに奪われてしまった。ああ、で、オーガポンが怒って取り返しに行こうとしたの？鬼が洞窟へと戻ると、そこには襲った後と緑のお面だけがあった。怒るよね、それね。鬼は男を探すためだろうか、緑のお面をかぶって村に降りた。そして輝くお面を掲げて喜んでいるポケモンたちをやっつけた。はい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 。でもこれが、むしろそうだよね。事情を知らない村人たちは何が起こったか分からず、ただただ怒り狂う鬼を見てその姿をとても恐れた。村人たちは3匹のポケモンたちが鬼から村を守ってくれたと考え、親しみを込めて彼らをトモッコと呼び丁寧に埋葬した。オーガポンやりすぎじゃね？そこまでやっちゃったの？だいぶ怒り狂ってたよな、オーガポン。傷つき悲しみに暮れた鬼は一人裏山の洞窟へと帰っていったそうな。男はもう死んじゃったのか？怒り狂っているゼイユ。何それ？オーガポンかわいそう。トモッコ最悪。いや本当にな、伝わってる話と逆じゃん。出るとこ出てやるわ。ちょ、裁判起こすか。うちらが証人になってあげよう、オーガポンに。なるほど、呼んでこよ。こら待ちなさい、口外したらダメって言うとるだろう。だって村の者は自分たちの歴史を信じておる。トモッコ様を大事に思っているのに突然それを嘘呼ばわりされたら、いやまあそれはそうか。しかも代々伝わってる昔の話だもんね、これね。ムカつく。そうだ、当時わしらのご先祖様お面職人も必死に真実を伝えたが、
ダメだったのか。相手にされず異端者だった。やべえ、歴史繰り返しちゃうよ、俺らが伝えると。迫害されるのは良くないね。迫害する村人も大概だな。え、でもすぐがなんかそんな立場になっちゃいそうで嫌だな。いよいよ、登坂に来るわね。登坂に、あ、頭に来るって言いたいの？だからご先祖様は子孫をわしらを守るための口を、あー、そういうことね。秘密裏に真実を伝えていくことにしたのだ。お面職に報われねえな。ポケモンたちのことを思ってお面作ってやったのに迫害されちゃったの？いや、待って、この村の人間たちも大概じゃない？そうなるとほぼナルトの世界やんけ。もしかしてその話すぐは知ってるの？え、知らないんじゃないの？いや、すぐにはまだ教えていないが、知らない状態ですぐは鬼のことが好きなのか。いや、あいつ鬼好きの異常だし。まあそれと同じだよな。つまり俺らとかゼイユがすぐが異常だよって思っちゃうのと一緒で、俺らが鬼のことかばったら俺らが異常になっちゃうんだよ。たまにあいつオーガポンのこと知った風な顔でマウント取ってくるからさ、あいつオーガポンなんじゃね。人に化けてる説出てきたな。よくわからんが、あの子は繊細な子だ。何かを察していてもおかしくない。つぐりにもいずれわしから叱るべき時にきちっと話す。うん、今の話はくれぐれも誰にも言ってはいけないよ。はーい。言いたくなっちゃうよね、こういう秘密ってね。もっと言えなくなっちゃった。確かに、さっきのお面だが、額の宝石部分が少し欠けていたようだ。あら、テラスタルできないじゃん。もしかしたら直せるかもしれん。テラスタルできるじゃん。階段から落ちた時に欠けちゃったのかな。確かに。え、でもそんな直せるような宝石持ってるってこと？せっかくだから綺麗にしてオーガポンに返してあげようよ。確かにね。会えんのか、でもこれ大丈夫かな。オーガポン優しそうな顔はしてたけど敵対意識持ってないかな。大切に扱うからね。あ、お願いします。オーガポンのためで大丈夫。それお面壊したらマジオーガポンに襲われるよ。俺知らないよ、かばいきれないよ。オーガポン聞いてるよー。やばい、これまずい、これやばい。絶対村の人たちに伝えに行った。もうこれすぐりが迫害されて山に閉じこもっちゃうパターンだ。もう一回オーガポンに会いたいけど、お面治るまでひとまず待ちね。すぐに怪しまれないよう今日はおとなしくオリエンテリングしておこうか。確かに最後のもう一個見なきゃいけないしな。すぐは村のどっかで暇でも潰してんじゃない？え、すぐを探す旅に出る。え、これ多分あれだよ。またトイレの音が聞こえる。どこかにいるすぐりと合流しよう。むずヒント少ない。こんないっぱい人がいっぱいいるところからすぐり見つけろってか。すぐり、え、なんかこの辺らしいんだけど、いるやないか。普通に逆に怪しい。本当にすぐりか。そんな顔すんなって、すぐり元気出せって。ちょっと言ったろ、お前が元気になったらこの顔見せてやるわ。すぐり、ああーピロ、あー、あのさ、さっき姉ちゃんとどんな話してたの？あ、やべ、まず、どうしよう。おいピロ、お前のセンスが問われてる。すぐりのことを気遣いつつ、なおかつすぐりを悲しませない、怪しまれない、整合性の取れた嘘をつくんだ。いろいろダメだこや。ダメだこいつ。無理だ。そうなんだ。ほら、もう察しられちゃったよ。隠し事されてるって思われた。か、看板、最後のちょっと遠くって、ラクドの荒れ地にあんだ？ラクドの荒れ地？山から北西に降りる。ほん、ダバ行こっか。オッケー。また後ろついてくんの？たまには先に行って案内してくんね。ついてくるか、これちゃんと。なんかついてこなさそうなんだけど。ついてくるんやで。なんで嘘つき？いや、まあそうだよね。すぐりからしたらそう思うよな。なんで俺に隠すってなるよな。でも、すぐりが迫害されないようにするためだよ。オーガポン絶対かばうでしょ。まあ仕方ないっちゃ仕方ないよね。これか。めちゃめちゃ遠い。確かにちょっと遠いな。だいぶ行かないかんね。へすりすりする。ピカチュウ！母コンボリレベル高。これは10万ボルトも耐えるやろ。いいダメージ麻痺。ほんでピカチュウありがとう、今まで。また来世で会おう。ごめんな、ピカチュウと思ったら奥にピカチュウ。あれ来世？先生 RTA するな。なんか池のとこ来てよ。ここ何？ハートみたいな形してる。ハスボウやん。久々に見た。ルビサファ以来レベル高っ。そこら辺に落ちてる飴食いまくったんかこいつ。なんで進化してないねん。
野生でよくそのレベルまで。重水回りおい水回りの処理落ち激しすぎるって。格闘ゲームだったら対戦成り立たんぐらいラグいぞ。ごめんめちゃくちゃ待たせた。すぐさてすぐはついてこれたかな。この30分ぐらいの俺の道草をずっとついてきてくれたよな。ありがとうな。ごめんな。ほんでここがラクドの荒れ地、寂しい場所だよね。伝承ではこの辺りで鬼様がよく見か、あへえそうなんだ。じゃあ出会えるかもね。看板読む前にちょっと勝負させてくれる？え？なんで？理由によるかな。なんで勝負したいの？ピロのポケモンこそちゃんと回復すっからな。問答無用で回復させられたわそれでもうーんの選択肢なかった。なんで対戦したいんだよ。なんか後ろにめちゃめちゃ意味深な洞窟あったわ。そこ行きたかったな。今度こそ勝つ。なんか覚悟決まったね。すぐいいぜ、本気で戦ってやるよ。手を抜くのは男の恥だ。ヤンヤンマレベル上げ進化、メガヤンマって通信交換で進化、友達いない？メガヤンマは原子の力を覚えさせてレベルアップで進化やぞ。はい、名誉毀損で訴えます。耐えれるかい、うちの10万ボルティーに。ドンちょっと戦闘ピカチュウやめた方がいいまであるかも。すぐの手持ちに刺さってる。あー間違えた、違う、こんなはずじゃ。大丈夫、俺の戦闘は絶対ピカチュウって決まってるから覚えとけ。何度でも挑戦受けてやるから。目立ってこい。ニョロボンになってるやん。ニョロゾやったのに前まで。そんなニョロボンでも耐えられるかな、うちの10万ボルト。なんかかわいそうになってきた、だんだん。変かこれで、ほんまに。大太刀、大太刀は変わらず戦力のまま。めちゃくちゃビジュアルいいよね、大太刀。まあ、ワンパンなんですけど、それでもワンパンすることは抑えられないんですが。お、カミッチュだ。新しい味方やん。どうしてこうなんだ、どうしてどうしてちょっと病んじゃいそう。すぐりくんどんどん病んでいくよ。これ全部負けてあげるルートとか欲しかったな。これ負けてたらどうなってたんだろうね。なんか世界線が変わってたかもしれん。カミッチュってでもこれドラゴンタイプでしょ確か。え、勝った。雨まみれさ、7枚水雨ボム。なにこれ、雨まみれになった。うわあ、素早さ下がる。いや、10万ボルトで押すしかないぞ、ピカチュウ。押せ押せだ。多分拡散だ、これ。やべ、向こうは向こうで水雨ボブで押してくる。いやあ、いい勝負してる。やべ、これ素早さ抜かれることは多分ないと思うけど、抜かれたらまずいぞ。まだいけるね。これで落ちるかな。よし。よくやった、ピカチュウ。ということで、今回も勝利。残念だったな、すぐり。ピカチュウ1匹落とせたらもうお前の勝ちでいいぐらいな気するぞ。俺が呼ぶ。いや、さすがに相手が悪い。こればっかりはマジで、こっちの手持ちがちょっと卑怯まである。なんせチャンピオンなんよ。知ってる？すぐり、俺。誰にも負けてないんだよ。俺が弱いから、だから、オーガポンが来てくれない？自分の目の前に？看板、課題さを終わらせよ。なんかちょっと、空気重なってきた。楽しい林間学校にしたかったんですけども、目が見えないすぐり怖いんだが、黄昏時、村の外で向こうから歩いてくる影があったなら気をつけよう。すぐさまお面をかぶって自らの顔を隠しなされ。さすれば影が人であれ、鬼であれ、お面同士、会釈して通り過ぎるのみ。うん、もしお面を持たざる時あれば、影が人であることを願いなされ。そんな怖い話なんだこれ。その影人であればよし、二度とお面を忘れるべからず。その影が鬼であれば最後、真の表を覗き込まれたなら、その者魂を抜き取られ、二度と村へは帰れぬだろう。めっちゃ怖い話になっとる。すぐりこれを読んでどうだった？当時みんなお面を持ってて、それ全部作ったの俺のじいちゃんのじいちゃんのずっとじいちゃんなんだって。すごい、本当の話。全部知ってます。嘘くせえ。もちろん鬼様が魂抜くとかは嘘だと思うけど、うちがお面さ作ってたのは本当。
うん、聞いたからな、なんだかんだね。俺んち代々お面職人の家系なんだって。うん、全部聞いてた。じいちゃんもお面作れんだ。うん、うん、お面預けてる、今作ってもらってる。表祭りも、俺の祖先がやろうって言い始めたんだと。へえ。俺、この看板に書かれてること好きじゃない。鬼様が怖いからって必要以上に怖がって、村の外へ追いやって。鬼様だってきっと寂しかったはずだ。んこの話ってあれ聞いてたからこれを話しゃべってるこれ。え分かんなくなってきた。一人だけのこむぬぬにされたから。そうだね。ごめん。俺が、主人公が謝ることじゃないよ。でも、ごめん。ごめんね、なんか。何が？え、なんか気に触ってしまったかもしれない。写真撮とか、え、こんなテンションで写真撮撮れねえべ。もう帰らねえ。主人公これで笑えんべ。そんなメンタル主人公もさすがに持っとらんべ。ほらー、おい、なんだ、ちょっと暗い話になってきたって。お姉ちゃん、俺すぐと一緒に行動するの怖え。精一杯の笑顔、主人公が。これ以上無理だ。笑顔になれん。これで課題はおしまいだ。俺ポケモンこそもっと強くすっから帰るね。ちょっとすぐなんかめんどくせえ男になってきた。すぐメンヘラ彼氏だった。初めてできた彼氏がメンヘラだった件について書こうか。すぐの家系が代々お面屋なら俺は小説家になる。ここ、何何これ、何これ、盆作の茶碗、ある特定、あ、読めんかった茶碗。え、待って、俺すぐの心が読めん。なんですぐはあんなに怒っとると？なんか俺の、俺がちょっとこれ人の心読めてないダメなやつになってる？俺の中でなんか3パターンぐらい今んとこあってさ、1個目が、その秘密にしてたから、俺たちが話してた内容をすぐには秘密っつって、すぐを言ったらのけものにしてるんだよ、俺たちはね。オーガポンと同じなわけ。すぐはオーガポンが好きでさ、のけものにされたオーガポンかわいそうっつってんのに、すぐがそれと同じ状況にさらされててすぐが怒ってる？それとも何？オーガポンが、そののけものにされたっていうこと自体に怒ってる？村の人間たちはなんでオーガポンのけものにするとねってなってることに怒ってる？それともシンプルに、俺が、すぐをポケモンでボコボコに過ぎたから怒っとる？どれ？なんで俺林間学校来てこんな悲しい気持ちにならないかんの？俺楽しかったのに。ちょっと前まで。すぐと一緒にワイワイしてて楽しかって、鬼にも出会えて楽しかって、ゼイユたちとも打ち解けてきて楽しかって、なんでこうなった？え？あ、これ公民館か。あ、公民館の横にこんなんあったんだ。え？おい！お姉さんスマホいじっとる！公民館お姉さんスマホいじっとる！めちゃめちゃギャル！ちょっと助けてください、先生！グラベル先生、グラベルブライア先生や。表祭りのフルーツ飴、なんとも不思議な味だったね。昨日で記憶が止まっとるブライア先生。まあ、寝たら忘れる、こういうの大体。大体嫌な気持ちってね、寝たらね、スッキリするんだ。夜に持ち越してっから、みんなはさ、もう制服に戻ってんのに、俺だけ祭りの気分が抜けとら。お前ら祭りもっと楽しめよ。一生俺だけ祭りの気分が抜けん。ゼイユさんから伝言で家で待ってるから早く来てほしいんだって。あ、はい、わかりました。恥ずかしい。なんか俺だけずっと祭り気分や。ちょ、すぐと喧嘩しちゃったよ、多分。なんか気に触ったらしい。ピロ遅い、ごめん。すぐが起きて行ううちに話しちゃいた。ほら、もうそうやって。そうやってのけものにすっからすぐの気分悪くなるんだって、絶対。オーガポン様のお目を直そうとしたんだわ。直せなかったの？完全に修復するの一つ素材が足りない？じいちゃんが言うにはさ、テラス池に住んでる結晶のかけらが必要。あらま。頂上にあるやつね。お面、今のまま返しに行ってもいいけど、綺麗にして返したらオーガポンもきっと喜ぶわよね。確かにね。きっとそうね。優しいね。でも確かに喜んでもらえてはな。本当の話聞いちゃったらさ、オーガポンにいい思いしてほしいもん。まあ、ゼイユも優しい子なんやな。俺だけは多分心が汚れとんの。その気持ちにきっとオーガポン様も喜んでくださるはずだ。でしょ？ほな、あ、ゼイユじゃない、すぐり、じいちゃんおはよう。やべ、闇落ちしてる。もうだってほら、俺とさ、俺とゼイはまだお祭り気分抜けてねーくてワイワイしてんのに、すぐだけもうお祭り気分抜けとるもん。私服になっちゃった。おお、すぐに。すぐ、あんた今日はどっか、はいはい、勝手にすれば。なんかさっき、全く同じ光景を見た気がする。おじいちゃんと主人公が悲しむこの現場。
ようわからん。なんだこれ、俺なんか仲直りできる気せんけど。あいつ昨日からなんかへそ曲げてんの。夕飯も食べずに部屋にこもっておったな、やば。大丈夫か。まあ思春期だしそういう時もあるわよね。でも確かにそれはそう。あれ結局思春期だから起きる特有の感情やろ多分。すぐがピロにべったりだと動きにくかったけど、むしろ好都合。テラス駅は鬼ヶ山の頂上にあんのよ。よそ者が山に入るのゲゲーって感じだけど、まああんたならいいわ。結晶のかけら求めて山登りレッツゴー。オッケー。まあすぐとはまたどっかで仲直りしようか。ほなおじいちゃん行ってくるね。強いポケモンが出るから気をつけなさいね。はーい。まあでも一回行ったし、俺の手持ちめっちゃ強いから大丈夫だよ。これ頂上飛べねんかな。なんか俺さ俺この林間学校に来てからなんか釣られてちょっとなまってる気すんだけど。これ登るのめんどくせえな。お、なんか洞窟がある。なんこれ、うわ、何ここ、強そうなやつ発見。はっ、おめんが、あ、びっくりした。うちのおめん、ちょ、邪魔だお前ら、おい。いや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 、ちょ待って、この対戦が終わったら多分石つぶてに俺リス狩りされる。俺は鬼面衆雷霧稲妻。もううるせえうるせえ、石つぶて黙ってくれ。エンファイト。よし、勝ち。鬼面衆が一人敗れたり。4人いんのかこれ。4人つってたっけな。ちょっと待って、話しかけたいけどちょっとあの SP が多すぎて無理っすこれ。あら、早っ。なんで山をそのまま岩場を登ってきた俺より先についてんだ。ちょっと待って、雨ふめちゃめちゃ重い。処理落ちすごい。助けてくれ全員。見てみなよ、何が起きてる。綺麗だね。ここがテラス池、綺麗で驚いたでしょう。この辺の岩ってなんでか光ってんの、不思議よね。この辺りで死んだ人に会えるとか変な噂もあるくらい。お面を直すため水中に沈んでる結晶をちょっとだけ取ってこないとね。え、潜れるの？というわけよ、ピロや、え？こいつほんま。お前がいかんかい。思いっきり池に飛び込むのよ。わしが？だって私泳げないし、服濡れちゃうでしょ。もうサイコパスやこれ。なんでそんな顔できるの？あんたすごいライドポケモン持ってるらしいし、いけるって。もうほな、ライドポケモンに行ってもらおうかな。ゴー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 、何、やばくない？山の頂点で地震とか経験したことないけど一番怖いだろ。え、なに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 、はミロカラスだ。お、美しいポケモン。なんで欲しい、ゲットしたい。モルツゴ出てきた。こいつ強そう。私がいてよかったわね。七変化持っとるやんこいつ顔面。あ、ボール投げれないらしいわ。ゲットは無理か。おい、手持ちが可愛すぎるってこっち。ワンパンちゃうか、もしかすると。おい、何ができてんこのモルペコに。言ってみろ、何をするつもりだったんだこれ。ワンパンじゃなかったとして。あー、びっくりした。ここさっきみたいなのたまに出てくんの。へえ、あんたって味方だと頼もしいわね。でしょ、敵にいたらめんどくせえぞこの主人公は。ミライドンで追いかけ回して一生バトルします。ミライドンに乗っかっていくらでも追いかけますし、引きずりません。あ、綺麗。これ持って帰ればいいのかな。さっきのミロカルスについてたのかな。結晶のかけらを手に入れた。よかった、モグランで。あ、雨もちょうどやんだわ。てか服が濡れちゃうでしょって、傘ないまんまお前びしょびしょやってないかい。変わらんやろ濡れてることには。さっきのポケモンにひっついてたのかも。池に沈む結晶。なんでこんなとこにいるの、怖いんですけど。なんかこのテラスタルとかのエネルギーに当てられてる人間って大体怖いんだよな。池に沈む結晶はこのエネルギーはやはり。先生、あんまりここ地元の人以外は入るのやめてほしいんですけど。そうだよね、神聖な地であることは理解しているよ。一応管理人さんには許可を取ったのが不足かな。だったらまあ何してるんですかこんなとこで。ちょっとした調査さ、テラス池の水質に興味があってね。うん、ビンゴだったよ。なぜかはわからないが、テラス池の水はテラスタルエネルギーと同じ波長を持っている。この理由を解き明かせば、いずれパルディア以外でもテラスタル現象を安定化できるかもね。はあ、私たち急いでるんで。全然興味ねえな、声優。テラスタルうんぬんかんぬんに関して。
あえて興味なさそうにしてるのか、本当に興味ないのか、どっちなんだろう。本当に興味なさそう。ゼイブライア先生、ちょっと怪しいぞ。なんかパルデア以外でもテラスタル現象を確立できればテラパゴスに一歩近づけるはず。なるほどね。じいちゃん取ってきたよ。ピロゼ、お面がなくなった。あら、絶対すぐだよ。だったら何、鬼様のお面をすぐいが持って行ってしもうた。あらま、なんでなのね、なんですぐが、なんか俺ちょっとすぐの気持ちがわかんない。なんかこんなにゲームとかさ、こう いろんなキャラクターの感情が読み取れないの俺初なんだけど。あんた鬼のこと喋ったの？喋ってないと思ってます。はい、喋ってないです。多分きっと。そんなバカな、いやごめん、あんたが言うはずないよね。うん、言うわけがないよね。俺がだって俺だし。すぐりはお面を持ってトモッコプラザへ向かった。きっとお前たちが追いかけてあげるのが優位だろう。もうほう、トモッコプラザ、はあ、はあ、はあ、行こうか。ほんならちょっと追いかけてみますか。今1101001000万10万100万、ほら434万8000万持っとるよ俺。あげる、これ買収すな。半分ぐらいこれで手を打とう。どうだいピロ、お金の欲しさに目はくらまないのか。すぐり、あんた何やってんのよ。二人は知ってるんよな、鬼様は本当は悪くないってこと。うん、悪いのはトモッコたちなのに、みんな鬼様をのけものにした。知ってたんだ。まあ、聞かれてたからね。俺は話してないよ。ぜひ、俺は本当に話してないからね。姉ちゃんたちも同じだよな。いや、やっぱそうなるんだ。あ、やっぱ境遇を重ねてたのか。俺を残り物にして内緒で鬼様と会ってた、そういうことだよね。やっぱ同じってなっちゃってたんだ。オーガポンと鬼様のことが大好きなスグリ。そしてその鬼様が迫害されたことに怒りを覚えているスグリ。そしてそれと同じように自分が迫害されたスグリ。もうこいつオガポンや。つまりごめん、でもそれは昔村の人たちと同じだよ。俺が鬼様のことどんだけ好きか知ってるくせに、表では知らんぷりして裏では俺のこと笑ってたんだ。え、なんでそうなった、笑っとらんが。違うって。うん、あまりにも被害妄想だよ。あー怖い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 。あー、日暮らしが泣いちゃいそう。助けてください皆さん、日暮らしが泣いちゃいそうです。すぐ、あんたどうしたの、怖いよ。なんか今日変だよ。これなんか取り憑かれてるとかだったらまだ理解できるんだけどね。素でこれだったらちょっと怖いよ。すぐ、え、は、俺と勝負して、なんで勝ったらお面は返す、だから勝負してよ。え、怖いよ。すぐ、どうしても収まらねえんだ。力が湧いてくるか。すぐ位置さ、ついて。オッケー。俺全力でぶつかるから、オッケー。じゃあ、俺も全力でぶつかってやるよ。お前の気持ちを収めるためには、俺だって全力、なんでそんな悲しい顔するん？収めるためには、俺だって全力でぶつからんといかんな。男がスパルだろ、それはな。メガヤンマ、友達おったんか、すぐ。いや、メガヤンマにはレベルで進化だ。進化させれたんか、お前。悪いとは思ってる。でも、譲れないんだ。まあ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 、好きなものはね、いやわかるよ、好きなものがバカにされたわけではないけどさ、抜くものにされてそれと同じ環境に陥られたらさ、ちょごめんな、なんかワンパンすぎるわ。ないくらなんでもな、まだ挽回できる。けっぱれけっぱれ。おお、そうだ、頑張れ踏ん張れ。俺はでもお前が本気でやる以上、俺だって本気でいくぞ。本気すぎだろ。強い、さすが伝説のポケミン。負ける気がしないか。おー、ニョロボン、いいよ、かかってこいよ、全力で。お、すげえ、目そんな紫色に光るんだ。あ、やばい、待って、今すぐにも当たってた、多分未来ドン、今すぐにも当たってたよ。あー、耐えられた、いかないだよ。水飴ボム、え、これなんだ、水タイプの技か。やった、このまま流れ持っていくさ。ハッピーセットか、お前の頭の中。お前が俺に勝てるわけねえだろうが。さあ、最後のポケモンはなんだ。う、最後の新しい手持ちがうなのか。かわいいな、人選。どこで捕まえたそいつ、おらんかったぞ。あ
らやっぱすぐの今度顔面の方にいた気がする。大丈夫かな。おい急ちょっと待ってで大丈夫これ。急所当たったよね。稲妻ドライブ効果抜群エレキフィールドナウ。じゃ誰かダメ系してくれん。今ので何匹死んだ。すごい数のウッウがいってそう。どうしても届かない。あーウになっちゃった。すぐにがああ日暮らしになっちゃった。何する気。やめろよ。おい墓を荒らすのは本当に良くないよ。ああ終わったわ人として。あ行ってえわなそれはな。行った。すぐ大丈夫よくないよ。ちょっと一回落ち着いて。すぐ寝てないだろ多分。あ雨も降ってきた泣いてるよほら墓殴っちゃったから。あーありがとうね。まあ、勝ったら返してくれるってもんな。鬼様によろしくな。え、てかもう分かっちゃったんだったら会おうよ、鬼様に。すぐあのね、私あんたに謝。帰る。あらまあ。え、これ仲直りできるの？ごめん、いつもあんな子じゃないんだけど。そうだね。男の子の思春期ってなんか怖くない？ガチで怖いけど、男の思春期ってね、もっとバカみたいなもんだよ。こんな感じではない、怖かったなぁ、でもなぁ。俺女の子やけん、男の子の思春期がわからんとよ。思春期でグレるとか経験ないし、参っちゃうわ。あ、逆に善意はなかったんだ。今グレてんのが逆に。その反動で、あ？なんか聞こえない？トモック像から。怖い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 。こいつらがそのまま蘇るの？主人公ちゃんが可愛い。えぐー！思った以上に派手な蘇り方しよった。なんなの？めっちゃ雨降っとるが。え、これ演出？雨降ってるもんなんこれ。運が悪くて雨降ってるだけ？どっち？わーお！犬、猿、キジ、3人合わせて。あ、これ埼玉紅サソリ隊ですか、もしかして。今の子わからなさそう。毒っぽさも紅サソリと合っとると。なんか知らんけど蘇っちゃった。なんで、なんで蘇ったんこれ。思ったよりちっちゃい。そりゃそうなるよね。ヌンドルマジャ。いや言いづら。声優さん募集します。あの滑舌が足りません。どう頑張っても。な、何をやんのかおい。あら、ひそひそひそ村に行って家焼こか。どこの民家から焼くって話しよる。うわすごい、息ぴったりや。あ、どっか行っちゃった。仲良さそうやね。なんだかよ、大丈夫あれ、ほっといて。どこ行くのこいつら。あら、町の方に行っちゃった。いや、3手に分かれてる。ん、あれ何だったのよ。トモッコ昔話の蘇ったんだよ。なんでか分かんないけど、確かにトモッコかも。3匹揃ってたし、悪い顔してたね。ゾウの下で眠ってたんだよね。本当に眠ってたんかなこれ。そもそもなんで生き返ったんだろう。分かんねえ。何の力？マジでわかんねえ。あいつら北上センターの方へ逃げてった。やべえ、大騒ぎになるぞこれ。あ、でもオーガポンが助けてくれるかも。なんかやばくない？追いかけるよピロ。あ、これでオーガポンが助けに来てくれて、本当の歴史はこうだったんだってなって、すぐとも仲直り？なんでそうなる。でもわからん。すぐと仲直りする未来が見えん俺。すぐりはさっき帰ってきてよ。ただ今はそっとしておいてやってくれ。あら、そっか、そっとしておくか。あ、すぐすぐ着替えれ、行こう。なんかすごいいっぱい5人の大人たちが集まって、俺が平均年齢を下げに来ました。ピロさんいらっしゃい。来るのがちょっと遅かったですよ。ごめんごめん、声高くなりすぎてた平均年齢。おっちゃん、トモコ来なかった？トモコ様、え、そこそこなの？
そういうのいいから。いや本当にどうでもいい、それは。この子は全くそれどころじゃないでしょ、おじいちゃん。そうそうそうなんですよ。なんとさっきまでともっこ様がセンターにいらっしゃいましてね、北上センターで保管していた輝くお面を持っていこうとされましたので、一度どうぞどうぞとお返ししたんです。ハゲ親父が、お前マジであげちゃったの。お腹を空かせていたようで、スパイスたっぷりの北上餅を一瞬で平らげてくださったじゃないのよ、それは。もてなしちゃったの。北上餅は栄養満点、もっと大きくなられますかな。え、でかくなった、なんかちっちゃかったもんね。トモッコは悪いやつで、おめえはオーガポンのものなのに本当のこと言えないのしんどいね。で、トモッコたちは今どこなの。鬼ヶ山に登っていかれた。あらま、恐れ穴に潜んでいる鬼をやっつけに行かれたのかもな。あ、やべえやべえやべえ、復讐しに行ったのか。さすが俺のトモッコ様じゃ。いや、ちょっと待って、リンチや、そうなると。急ごうぜ、ゆ、本当の歴史が正しいならきっとトモッコたちオーカポンに復讐しに行ったんだ。そうだよね、鬼はお面の力で戦うって言われてる。お面を持ってないオーカポンが今襲われたら負けんじゃないの。やっべえ、お面を返そう。確かに、え、でもこれ完璧なお面じゃないよ。私も同じ気持ち。でも手分けしないと。オーカポンを助けに行って恐れ穴に、私はお面を直しに行った。ああそうだね、あ、お面とかける。あ、うん、はい、もう忙しいな。頑張る、俺一人でどうにか止めるよ。急に忙しいな。直したらすぐ合流するから、オーカポンのことで。あ、じゃあはい、オッケーです、任せてください。レベル100のピカチュウが多分なんとかしてくれる。でもあんな狭いワンルームの中にさ、あんなでっけえやつが3匹で乗り込んでさ、ちょ、邪魔は誰だお前。あんなでっかい3匹で乗り込んでさ、大変。おい、ちょい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 、ここだよね、ここだ。お、なんか、うわ、いるよ。やばい、オーガポンが狙われてる。氷の牙ゲットした。オーガポンが困ってるよ。取っとる場合か。おい、いいのかよ、すぐり助けに来てやれよ。俺ここで見守ってるからさ、これでスグリが守りに来たらさ、ヒーローよ、それは。それはいいよ、シュイーすはい、こんにちは、すいません、失礼します。で、後ろからさ、あ、やめろやめろ、お前つつくな、バカ、やめて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 、おい、かわいそうだろ。ヌンダフルガガオかわいいオーガポン。おい、こら、何しとんねんお前ら、許さんぞ俺が。キッチ鬼ガガオー、あれイカ蹴ったか。ポニーが本当の鳴き声なんかな、これ。あ、話し合ってる。お、戦うのか。あ、なんだこいつ、地匠なのか。あれ、そういうわけだ。なんのジェスチャーそれ。お、お前から来るのか。チラー、オッケー、叩き潰してやら、よくもとにも、うちのペカテウがな、マキマシャマシッキャー、バグったー、FV あるある、レベル70。え、これ捕まえはできないのか。まあ手始めに10万ボルトやね、とりあえず様子見だ。え、グギギ普通に悔しがる。バグったー、治った、グギギ言うとる、キッキー。あ普通に死んだみたいになった。あ、おー、起き上がった。マシマシ、あいつ強いぞって言われた。お、2対1か、いいぜ。あ、おお、すぐ、お、来たか。3対1なんて卑怯な真似するんじゃないよ。私らが来たからにはあんたたち蘇ったこと後悔させてやるわ。怖い、墓にいた方がマシやったって なるかな、これで。さるるるる、そら困るわね、逃げよっかみんな威嚇が効いたな、ゼイユ。はっ、私の強さにビビったようね、ピロー。あと、ほら、ちゃんといいな。おめえのこと俺カッとなっちまって、本当にバカなことさした。なんか思春期とかじゃなくて、マジガチメンヘラなんよな、これ。すぐる怖えよ俺、すぐりが。だからごめん。いいよ、許してやろう、慣れてるから。メンヘラの、メンヘラと会話するの。何があった、ピロ。ありがとう、しょぼくれてから
首根っこ掴んで連れてきたの。ありがとうね、ゼイユ。ゼイユめちゃめちゃ常識人やな。お、ポニオ大丈夫か、ポニオ。本当にお兄様じゃ。わや、めんこいな。かわいいよな、めっちゃ。すぐあんたからお面返し、ああ、なるほどね。そうだ、すぐ返してあげな。お兄様、これ。が、顔。どうしたの？会ったばかりだからすぐのこと怖いのかも。確かに。でもまあ、俺らもほぼ会ったばっかりだけどね。ほぼほぼ初対面だぞ。俺じゃダメみたい。あら。一緒に渡そう？じゃあ、それはね。受け取ってくれるんだ。ポニオ。わらー、似合っとるね。ポニオ、ポニオ。喜んでる。ピロには心許してるんだね。すぐは強くならないとダメだな、じゃあ。強い人に心を許すぞ、この子は。やっぱさ、残りの3つのお面もオーガポンに返してあげたよね。あ、なるほどね。3匹が持ってったから、懲らしめて取り返すと、今から。そう、もともとはこの子のお面なのに。またあいつら襲ってくるかもわかんないし、オーガポン守りつつトモッコも成敗よ。じゃあ俺が行こうか。私たち3人でお面取り戻したい結成ね。名前が。いや、俺結構好きだよ、その名前。いい名前だなって思った。なんなら、名案でしょ？あんたは副リーダーにしてあげる。俺リーダーしちゃうんかい。俺も？当たり前じゃん。そうすると、そうと決まれば、水力タウンでトモコ情報聞き込むよ。ああ、どこに行ったかわかんないのか。おー、おー、えい。ポニオが、何やっとんお前らってなってる。知らんか、この掛け声は。覚えような。これからポニオも俺たちの仲間やで。このエイエイオーができないと仲間として認められない。ついてくるようになった？なんそれ？おらんが。手持ちにおるわけではない。すごーい！こうなったらどうする？バイバイ、ポニオ。グッバイ。